はい、足のね2つのほくろ、足の2つのほくろの話です。私の足にですね、左足の方かな、2つのほくろがあります。すごく小さいほくろ、すごく小さいほくろ、見逃してしまうようなすごく小さいほくろが連続でポッポッとね2つほくろがあります。で、この2つのほくろはですね、どういう言われのあるほくろなのか、これをお話ししたいと思いますけども、もうだいぶ前ね、もう10年とかそういうレベルでだいぶ前ですけども、朝起きるとね、その足の左足のところに2つの傷口があったわけ。ほんと感覚の狭い5ミリ間隔ぐらいの狭いところに2つポツポツっとね傷があったわけで、私はなんか虫に食われたかなと、蚊に刺されたにしては痒くないし、まあ、なんか、こうのみとかダニとかそういうものに刺されたのかなとちょっと思いましたね。ただ痒みとかもないし、まあ、傷そのもののね、痒さはあるけども、それは虫の刺されの痒さではないというね、まあ、バンドエイドでも貼っとけば治るようなそういう痒さです。で、まあ別にそんなに意識しなければ痒くもないし、バンドエイドを貼るほどでもないということで、もう治りかけてたし、ただ赤くなってるわけね。出血はしないけども、この血の赤さですよね、皮膚が削られてて、その中の肉が見えてるような、といっても肉が見えるといっても、傷のね直径もすごく極小の1ミリ以下のそういう傷ですね。はい、ポツポツっとありました。で、これ何かに刺されたかなと思って、まあ、その日は過ごしたんだけど、そっからですね1週間ぐらい後に部屋の掃除をしたわけです。はい、で、まあ結構大きめの掃除でがっつり掃除をするわけだけども、で、部屋のカーペットをねペラッとめくったらですね、そこには皆さんから嫌われている、昆虫こと G ですね、 G がいまして、はい、一匹、家庭でね、嫌われている昆虫ナンバーワン G がいまして、でもう死んでるような感じですね。あーと思って、私の部屋にはですね G が出ないんですよね。でもその時だけは G が、カーペットの下にいたと。でとりあえずそれを片付けて掃除して、なんで G が出たんだろうなと、普段は出ないのにと思ってたらですね、原因はありまして、部屋でね食べ物を、しかも何かな、みかんとかバナナとかそういう果物、はい、果物をこう置いておくっていう時期があったわけですね。普通はキッチンとかで食べるんだけども、部屋にその果物だけ持ってきて、なんか良き時に食べようと思って、でそれがずっと食べないで1週間とかで、バナナの皮とかもですね剥いて、1週間とか放置されたりとか、そういうことがあったわけで、そのね果物の匂いに誘われた G がですね、こう部屋まで上がってきちゃって、このカーペットの下に潜り込んでいたと。で結局食べ物ないんで、そのね果物もですね G が上がってこれないような高いところに置いてありましたし、そんな簡単にはね G は来れないですから、結局上がってきた匂いにつられて上がってきた G もですね、その食べ物から栄養を取ることができずに、数週間で生き絶えたと。はい、まあ、部屋には食べ物は他にはないですから、っていうことがあったんだなと思って、で、まあ、G も片付けてですね、で、まあその後は部屋の中に食べ物をね、持ってこないようにしようと、特に果物なんかは腐っちゃうんで、匂いがあるんで持ってこないようにしようと、まあ、おせんべいぐらいだったらねなんとか匂いもないしいいと思うんだけども、特に生物のそういう腐るものは、
やめとこうと思って、まあ控えたら結局 G もね、その後の掃除では一切出なくなりました、うん、で先ほどの足の左足の、まあつま先よりちょっと手前の足首ぐらいのボツボツっていった傷ですけど、それはねもうすぐ治って、まあ、1週間もすれば全く気にならないぐらい治ってですね、1ヶ月もすればですね、その傷がほくろになったわけね、傷がほくろになった、ほくろって言ってもすごく小さい見逃しそうなほくろで点々ってなってる、そういうほくろなわけね。あ、これはその時理解したのは、これはもしかしたらあの G が私の足を噛んだんじゃないかとね、上がってきた G が私の足を、お腹減って私の足を噛んだんじゃないかと。だから G のこの牙の、サイズでそのほくろができてると、うん、そういうことかなと今ではね思ってます。